これから板にスウェーデンのお家がみんなリンゴの木を持ってるかということで少しご紹介したいと思います。はい、リンゴこんな風に瓦の家になっています。これが代表的な赤い家ですね。リンゴが落ちてます。お家にはリンゴがあります。これもリンゴの木。リンゴ。バラですね。そう。はい。そうです。栗の木。こんな感じね。リンゴ。